珍しく外です。今日は2月21日日曜日ですね。ディープ20周年記念興行の当日です。せっかくなんで朝からちょこちょこカメラを回していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。トイカツグラップリング東中野にお邪魔します。現在朝8時です。すいません。ほっほっ、よっしゃ、はいじゃあ、お願いします。練習終わって TDC に来たのはいいんですけど、迷子になってます。おーす。皆さんこんにちは、実況の小村達也です。それでは早速本日の解説席をご紹介していきましょう。ディープの解説、そしてディープの歴史を語る上で絶対に欠かせない競技ライター、ロング格闘技松本秀樹さんです。松本さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもうお一方です。今や実力、知名度ともに日本格闘技界のトップファイターの一人、抜きん出た知性と努力でリーグ頂点にも君臨した山須ドミネーターサトシ選手です。山須選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて山須選手、これからまずはオープニング回と3試合が行われています。はい。これからもすでに注目、楽しみな選手が出ていますが、山須選手の注目そうですね、オープニングファイト第3試合に出場される高潮選手っていうのが自分昔、試合をさせていただいたことがありまして、で今回も自分と戦った時も両方とも、スクランブルというか、怪我による代役での出場ということだったんですね。なんで縁があるっていうところ、はい。すみません、声が解説で潰れてしまってるんですが、はい、今日一緒にご一緒に解説させていただきました、ライジンの榊原代表に、ちょっと本日解説初めてされたっていうことで。そうだね、なんか初めてなのかな、プライズ時代にちらっとやったことあるけどね、はい、まあ、本格的にやったのは初めてで。いかがでした、え、いかがでした解説。いや、いかがでしたって、まあまあ、あんまり大した喋ってはいないんであれだけどね。でもなんかやっぱり、お聞きしてて、ジャッジとレフェリーにだけアピールすればいいんじゃないっていうことをおっしゃられて、すごいそれ胸に響いたというか、うん、まあまあ本当にね、プロのやっぱり興行の世界だから、はい、うん、やっぱりこれは常に求められるのは第4の、ね、審判というか、ファンの人たちに支持される戦いかどうか、はい、だからドミネーター選手の試合もやっぱりミクロに結果負けてはいるけども、その試合の戦いざまとその後のやっぱりあなたの人間性も含めたもの、やっぱりそういうものがちゃんとみんなに届かないと、結果だけの勝ち負けだけでは測れない部分の魅力にやっぱりファンはもう格闘技を見ることのダイナミズムをもう分かってるので、だからそういうところが選手たちが分かってリングの中に
上がってってくれるといいな。ただそんな簡単なものではないんだよね。分かっちゃいるけどいけねえんだよっていうね、はい、いけーとか言う、勝ちたいって思っちゃう、やっちまえとかって言われてもいけねえんだって、はい、さんその、あのもちろんやる側のことは分かるけど、ファンは非常なので、はい、見てる人たちは好きな勝って言っていいんですよ。求めるものを求めていいし、はい、これはもうプロモーターに対しての求められるものも、坂井原いい加減にしろって言われるのはもうおっしゃる通りだ。じゃあそれを踏まえて、今日出場された選手の中で一番印象に残った選手って、そうだな、まあまあ本当に熊久保さんも言ってたけど、中村選手とかのね、はい、牛久大丈夫かって感じ、お前チャンピオンだろうっていうね、うん、ちょっと同じ階級でさ、はい、俺に勝ってるから勝っといて簡単に負けるの負けるのと思っただろうし、だからあの試合もちろん中村選手もそうだし、牛久が心配になった、はい、うん、だからここからどういう、まあ、佐伯さんが考えるんだろうけど、はい、ディープとしてのフェザーの中での展開考えるのかなっていうのはね、一つ楽しみではあるし、うん、まあでも小原選手も素晴らしかったし、まあでもなんか北岡の格闘技とか、やっぱり戦いのこの勝ち負けがつくものって切なさが残るじゃないですか、はい、 うん、そこの切なさとか悲哀とか、はい、そういうものを本当はそういうものをファンとか見てる側とか同じ同業の選手みんなにも感じさせたら同情はいらないと思うんだろうけど、そうですね、うん、はい、でもなんか北岡の生き様というか戦い様を見てちょっと切なくなった、ね、残るものがありますね、心に、うん、はい、まあまあでもいろんなドラマが見れた、はい、素晴らしい大会だったんじゃないですかね、はい、じゃあちょっと最後なんですけど、ヤマスはまだ需要ありますか？いや、むちゃあるでしょう。まあ需要もう増してるよ。負けて増えるのはちょっと心悔しいよね。辛いところがあるんですけど、雷神の負けは、はい、雷神で取り返したいなという気持ちがあるので、はい、もちろん、もしまた機会が、はい、もう全然僕らもこうしたい、ああしたい、こんなカード、こんな選手でやってほしいなってカードを考えてますんで、はい、またちょっと物語に絡ませていただければと思います。もちろんです。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ディープの解説を終えて帰ってまいりました。解説をお聞きいただいた皆さんはご存知かと思いますが、終盤声が枯れてしまいまして、お聞き苦しくて大変申し訳ございませんでした。はい、自分でも青木真也選手みたいだなと思いながら解説してたんですけど、で一回俺たちはディーパーだって叫んだんですけど、ちょうど実況の野村さんと声が被っちゃって、多分うまく放送には載ってないと思うんですよね。あれだけすごい心残りですね。でまあちょっと終盤声が枯れちゃって、本当に特にメインとかセミとかもっと語りたいこといっぱいあったんですけど、すごく残念でしたね。本当に聞いてる方々申し訳ございませんでした。喉を鍛えておきます。はい、でそうですね、榊原代表のコメントを取らせていただきまして、まさか本当にダメ元で解説終わった後にお願いできますかっていう話をさせていただいたところを、本当にご快諾いただきまして、まさか1回しか出てないような、しかも負けてるような自分のお願いを聞いていただけるとは思えなかったんで、本当にありがとうございました。ご協力いただいた皆さん、撮影していいよって言ってくださった侍のスタッフの方も、スパートらせていただいた今成さんもありがとうございました。こんなところで2月21日のまあ Vlog みたいなのは終わりにしたいと思います。いや、しかしね、カメラちょっといいの買ってマイクもつけたんですよ。音質これで改善したなって思ったんですけど、自分の声質が終わるとは思わなかったですね。こんなオチが待ってるとは思わなかったです。というわけで今日はこの辺で、ありがとうございました。